すごい広い。お邪魔します。広いとこだけど。めっちゃ広い。ゆっくりしてて。すごい。なんかもう1日目との差がすごい。1日で帰るのもったいない。差がすごい。やっていく。ピース。これを着ております。ズボンとなんかこれとアスガウンも上から着ちゃってます。これはね、ここの一番最初の棚のところにありました。まあちょっと汚いですけど。でそのお隣にじゃーん、こんな感じでコーヒーとポット、ここ開けますとコーヒーが飲めたり、これ入れてできたり、これ洗濯とか掃除したとかいろいろあります。もね、綺麗です。とっても綺麗にございまして、ここには氷を入れるやつ、なんとなんとこちらを見ていただくと、ミネラルウォーターの缶ボトルはタンブラーとして使用できて、ウォーターサーバーは各フロアに設置されてるんですね。ここのね、1個下が冷蔵庫、自分で買った牛乳がありますが、こちらお水が入っててね、後で自分で取りなくなったら取りに行くことができるよん。次、お部屋はこんな感じ。ちょっと汚いくなっちゃったけど、ここにベッドが2つでしょ。でここに充電できるとこがありまして、テレビがあって、ここにはソファーがあります。荷物置いてありますけど、ここからの景色はあまり良くなかったですね。4階だからね。そしてなんといっても大目玉、お風呂。じゃあママ閉めて。おー、じゃーん。これで恥ずかしい裸を誰にも見られないよ。やったねー。ここはここに洗機があって、これでめっちゃ光がたけるよん。イエーイ。ここにもあっ
てまた光たげるよ。イエーイ。そしてこちらがお風呂でございます。このシャワーヘッドがとても難しかった。こっちでお湯を出してこっちで温度調節するんだけど、出るかな。ヘッドを押したらこうやってほら出られたり、こうなったり、こうなったり、こういう感じのやつになったり、こういう強いやつになったりもする感じです。よく下がってまたまた鏡がある感じです。お風呂は以上ですね。パッパカパッパカ進んでいきました、ルームツアー。それでは皆さん、ここら辺で。おっと危ない、トイレの扉が開いているわ。ちゃんと閉めてあげないと。いい。それでは皆さん、またね。アディオース、アミゴ。このボタンを押したら ありがとうございました。